さあ今年度最後のふるさとアクションは大仙市、大仙市といえば米どころでもあり酒どころでもある。あそこに秋元酒店、たくさんのお酒の銘柄並んでますよ。いつからあるんですか？ここはね、まあ、あのちょっと別のところから移転してきたんですけれど、それもまず50年ぐらいやってます。どんな種類のお酒があるんですか？あの一般に売ってるお酒ってほとんど少なくて、いわゆるの販売店限定とか、特約のお店に出す特別なものとかっていうものがほとんどなんですよ。本当だ、あそこ壁見て、ポイントの表示がある商品は当店ポイントカード会員で所定のポイントをお持ちのお客様のみへのご案内。はい。これ5ポイント、5ポイントないと買えないんですか？はい、で申し訳ないんですけど、1000円ごとに、はい、10ポイント貯めるには1万円、はい、お客さんが10枚銀醸で、なんか10枚銀ですか、しっかり米の旨みを出して、で冷やでもいいし常温でもいいし缶してもいいし、っていうオールマイティーなもの。こうやって相談してちょっと迷った時はちょっと話聞いたりとか。でポイントカードお持ちですか？あ、はい、持ってます。ちょっと見せてください。今何ポイント貯まってますか？あーですね、はい、10ポイント貯まってる。ポイントで買える限定品もありますよ。あるんですか？え、知らなかったんですか？いつもいつもあるわけではない。来た時なかったりとかしてるんですか？あ、そうですね。こうやっていろいろと相談も受けて。そうですね。毎晩飲んでらっしゃるんですか？私は自身はそんなお酒全然強くないので、まあ、本当に来たお酒は全部テイスティングしますけど、飲んだ後はもうみんながっつり飲んでくれる。がっつり飲んでくれる人がいる、はい、奥様とか、はい、主語だと奥様のお酒が美味しいからです。あ、気づかせてくれたんですね。へえ。アルコールの主語の奥様がいる秋元酒店、実はノンアルコールドリンクもおよそ50種類と充実の品揃えなんです。アルコール、ビタン酸とかは、まあ、お酒を飲まないけど食事を楽しみたい人とか潜在的にすごいたくさんいるんですよ。その食事に合ったいろんな美味しいノンアルコールを提供できるようにということで、今ノンアル部門を強化しています。こんなにあるんですね。ノンアル担当、つまりあのお酒の方は、まあ、そうですね、父と同じであんまり。あ、そうなんですか。もう一家でお飲みになるのはお母様。はい、そうですね、あと妹が。はい、そうなんですね。ライム、ジュニパー、はい、ジュニパー、そうですね、ジュニパーってジュニパーベリーのことですね。ジュニパーベリーもわからないんですけど。ジュニパーベリーっていうのは、あのジンっていうお酒はそのジュニパーベリーを使ってる蒸留酒のことをそのジンというふうに注意になってますね。香りがいい。そうなんです。飲んだ後ミントじゃないけどスーッとする感じもありますね、はい、これ今私何食べたいかって言ったらやっぱりカレー。あれ違いましたね。いや違ったな。特にライマンのジュニパーっていう時であれば、結構エスニック系のお食事、エスニックカレーを想像してた。エスニックカレー、グリーンカレーとかエスニックカレー想像してた。それでは視聴者プレゼントをかけて恒例の3択クイズ。私答えます。私は4人兄弟の何番目でしょう。いいですね、3択ですからね。4人兄弟だけど、はい、1番目と2番目は双子です。すっごい、待って待って待って、ヒントになるのかな。正解です。ということでノンアルコールドリンクを3名の方にプレゼントです。はい、今日はまだまだ寒いな。あそこに看板ありますよ。秋田県畜産試験場、あ、ここにあるんですね。
奥にあるあの建物かな、不思議な形してる家畜、まあ、あの牛とか鶏、まあ、比内地鶏なんですね。そういう家畜のですね、あの品種改良というか、そういう研究、試験研究なんかをやってました。牛、鶏、はい、人間そうそうそう、人間です、お名前をお伺いしてもいいですか。岩屋と言います。岩屋さん、よろしくお願いします。岩屋さんはどんな特徴があるんですか。はい、そうですね、うん、私は、まあ、メタボタイズで飼育、秋田牛でなんかの外から見るととてもユニークな形してたんですけども、ここは螺旋階段になってるんですか。そうですね、屋上に行けるようですけれども、私高所恐怖症などで行ったことがあります。わかりました。岩屋さんの特徴その2、はい、高所恐怖症怖いですね、はい、ちょっと何ですかあのパネルは。主有牛って、まあ、種を吸う牛って書きますけれども、はいはい、等身大のパネルということで、松糸花という名前の種牛、はい、ロースの新面積とかっていうのあるんで、牙になってますね。バラ厚み、うん、この東芝、東芝、ちょっと待って待って、岩屋さんの説明が人間でしてくださるんですけど、ロース、バラ、お腹ですね、この辺りあとは皮下脂肪、皮下脂肪こういうところ、次の世代を育ててお肉にして、そのお肉、あの子供たちがどうだったかを見てこう判断をするというような。牛たちの黒毛和牛の繁殖に欠かせない主有牛、中でも今秋田の畜産界で大きな注目を集めているのがこちら、黄金の花です。子どもの肉を調べたところ、スーパー種牛として活躍したあの吉平福を超える品質だったんです。本当優しい顔してる、存在感、スターのオーラありますね。おっ、これ体重 何キロあるでしょうか。何キロあるでしょうか、クイズきました、はい、さっきで4000、さっきの松糸花で880ぐらいですね多分ちょうど1000キロ。現在の体重は12頭いる主有牛でトップの1000キロ。体重が多いことも優秀な証なんです。羨ましい、増えたら喜ばしいこと、牛になりたい。生まれて1ヶ月ぐらいの子牛を見ていただこうかな。子牛ちゃん、はい、かわいいですか。かわいいです、すごくかわいいですちょっとじゃあ見せていただいて、はい、わ、本当だ、まだちっちゃい、足細い。でこれ 何着てるんですか。この子たちまだ寒さに弱いので、ジャケットを着て温めてあげてる時期になります。あ、そうなんですね。はい、大丈夫ですか。おいで、あー、この感覚覚えてるわ。懐かしい。踏ん張らないとあげられない、力強いよ。もうほとんどないよ、もうないよ。はい、あれ、ちょっと待って、見てください。私一生懸命めっちゃ力入れたんですけど、あ、置いとくだけで大丈夫なんですか。いつもはちょっと飲みやすそうだし、セルフでした。あ、まだまだものすごい量の雪がありますね。今年の雪の多さ、わ、感じる。このバス何でしょうかね。馬のマークもありますよ。本当だ馬もいる。あら、顔出してる。寒いから吐く息が白くなってる。ここはの、ここは施設ですか。乗馬クラブです。あ、それで今何されてたんですか。今あのブラッシングをしてました。綺麗な毛並みの馬ですね。ありがとうございます。あ、お手入れされてたんですね。そうですね、はい。牛の香りするかもしれない。さっき牛舎に行ってましたか。ハモハモしてくれてる。ペロペロ。来年オープン30周年を迎える乗馬クラブエクセラ。
サラブレッドをはじめとした25頭の馬がいて、初心者から国体選手まできめ細かなレッスンを行っているんです。室内の練習場？そうですね、はい、あの雪が降っても大丈夫なように。乗ってる。今何されてるんですか？あのスタッフ乗って調教してます。調教中、はい、競馬からまだ上がってあの間もないので、はい、あの乗馬用にあの大事の人生をそれこそ送れるということで、はい、じゃあ競走馬なんですか？元々はそうです。かっこいい。乗馬されてどれぐらいなんですか？20〜30年ぐらいです。きっかけって何だったんですか？きっかけは馬好きだったんです。馬と同じぐらい優しそう。やっぱ馬はこう接してる時に優しい気持ちじゃないと乗っててもそうですけど、気持ち察するので、あ、そうなんです。できるだけこう緊張しないようにして、あ、それで語り口も穏やかになってって、はい、ちょっと森本レオですって言っていただいていいですか？笑い声が。いや、すみません、失礼します。ここを使わなくていいです。何話の暴れ馬の名にかけて乗りこなします。いきなり乗ってもいいですか？はい、左足をあぶみにかけ、ひらりと自転車またがるように、そこら辺掴んでいいですよ。こんな自転車高くないよね。せーの、ひらり。イメージひらりだったんだけどね。太ももゴキってた。ひらり。やっぱりかなり視線が高くなって。すごい。トークは人を乗せて何年ぐらいですか？20年以上やってるんじゃないですかね。私のアナウンサー歴より長い。ね、トーク部長。部長乗り心地いいっすよ。馬の顔を私の方に向けて左に曲がりましょう。でも私何もしてない、何もしてないの、何もしてないけど、トーク今多分左って言葉分かったよ。すごい。ちょっと待って、それ何ですか？ちょっと。すごい。すごいすごい。時代劇みたい。暴れん坊将軍。藤原さん、私目回ってきた。左足脱いでから、はい、あれ脚立は何ですか？このまま行きましょう。はい。結構高いのでゆっくりずるずる来て大丈夫です。聞いてない。蔵にお腹つけて、蔵にお腹をつけてずるずる来てください。ずるずる行くんですか？なんかイメージと違う。ひらりと行くと尻もちつくかなと思って。結構高い。無事に降りられた。トンクは今まで何人ぐらい乗せたんですかね？私は何人目の女だったんですか？ちょっと数えきれないぐらい。何百分の1?